リサ、どうも、リサです。ハナです。ノリバンです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ということで、本日はですね、現場が近づいているぞということで、現場で一番可愛い私になるをコンセプトにメイクをいたしました。まあ、今回はちょっとこう、韓国メイクを意識して、メイク動画撮らせていただいたので、まあ、ちょっと雑談を多めになっているんですけど、まあ、最後までご覧あれーという感じで、それでは、レッツラゴー。はい、じゃあやっていきましょう。今回の私のコンセプト、じゃあかっこいいコンセプト、コンセプトはやっぱりまあ今ね決まってるじゃないですか、絶対決まってるのがトレジャーということで、はい、まあ、はなちゃんは韓国の女優さん系、おしゃれな感じだ、もうにじみ出る、うん、メイクしてなさそうなのにツヤすごいやんみたいな、オーラすごいやんみたいな、そうそうそう、女優さんかなみたいな、そういう感じでいきたい、はいはいはい、まあ、コンセプトは自由、コンセプトは自由ですからですけど、オタクのリサさんは、私はしたことないメイクにチャレンジしようか、あ、いいですね、そもうマンネリ化してきましたから、そうですね、なので、まあ、ちょっとあのツヤ肌をちょっとチャレンジしようか、自分でテカらせる系やと思った、そうそうそう、やけどやっぱこうにじみ出るツヤ、じゃあもうそれは私に入門したいっていう感じの捉え方で大丈夫ですか、なんか言い方職やけど、まあ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 ツヤ肌といえばふなちゃんかなみたいなところがあると思うので、正直な、これはそうやわ、うん、まあじゃあ弟子入りさせてやってもいいよ、っていう感じ、じゃあ、まあ、下地からまずスキンケアの時点で皆さんしっかりと保湿してください、ふなさ、ティルティルの30枚ぐらいのパックがあるやんか、あれをママと愛用してて、あれをやった時にはもうすごいよ、ちなみにオレンジがおすすめなんですけど、そうだからスキンケアをしっかりして、で下地もこれもティルティルさんのやつやねんけど、うん、もう保湿力の高いもの、乾燥肌の人特にね、ベースが大事ですから、ツヤ肌というのは、はい、下地した感じでもうこの溢れ出るツヤ感、これすごいよ、ほんまにもうツヤツヤなる、で次がじゃん、みんな多分このティルティルのクッションファンド見たことあると思う、それはあります、あれやろ、はい、赤やろ、私もありますから、そう、これは何ですかって、でそれ見たことないですよ、こちらなんと新作でございます、ついにですか、待望ですよね、はい、マスクフィットオーラクッションと言います、でこれはもうマジ最強のツヤを作ってくれるんですよ、これはふなちゃん使ってるんですけど、もうえ韓国の女優さんかなみたいな、それこそこれで実現できるよ、今回のうちのコンセプトにはぴったりということで、あ、これ、まあ、違うやつ、一回した、同じやつかと思って、あれ一回使ってみようし、じゃあ一回お試しさせていただきます、お願いします、まずはじゃあお手本で私がいきましょうか、あ、見してください、はい、こういうのはツヤ肌に見せたい、カラーをしたいと思うからみんなめちゃくちゃつけがちなんですけど、もうそんなことしなくて大丈夫です、まあ、こっちで取って少量でいいです、これちょっとつけすぎです、で、あの、よくあるね、こっちで叩いてください、おおな、ペタってした感じはないんやけど、うん、ナチュラルな感じな、そう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 、でも、うん、ツヤ、わかりますか、うん、皆さん、多分こっちと比べたらツヤがやばいみたいな、やばくない、あ、いきますね、さん、あ、ほんまや、あ、あ、あんたの、すごい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 、すごいでしょ、でもさ、なんかその重い感じで、あ、そう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 、やけどしっかりカバーしてくれる、カバーしてくれてる、髪が全然な感じ、こっちが結構赤いよ、うんうん、それがこっちはないから、こういうカラー系ってさ、ズンってする感じあるやん、笑ったらこう、ここ溜まる感じな、そう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 、がないから、ないんです、現場で爆笑しても大丈夫って、爆笑することあるやん、結構あるやん、これでもう正直上手、せやな、これちょっともうなやる、もう何個や、カジマ振られるタイプの女優の方いいって思ってるやんみたいな、こうにしかなられへん、でこれ何がすごいって、結構一日つけててももうこのまんまです、だから朝なグッズ戦争行きます、で本番は夜公演やのにみたいな、今度あるじゃないですか、大丈夫です、このまま行ってください、こういうツヤ系崩れちゃうのにな、全然大丈夫、もうだから一生韓国女優さんみたいな、保てるんや、保てる、崩れてきたんや、せない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 、あー、しやしや、メンタルが崩れることあるかもしれませんけれども、アイシャドウもティルティル使うんですか、アイシャドウもティルティルブルベ系やな、そう、ブルベの女に今回はなろうと思って、なりたくてなれんかは知りませんけれども、気持ちだけは、なんかアフナは現場やからって結構キラキラさせたがちやん、あー、うん、そこをあえて聞きませんっていう、あー、そっち派、だって女優やから、あ、もうでも今月かみたいな、今月早ない、しかも超高速じゃない、その JO1 に関
関しては、まあ、うちらが関西に応募してるからっていうのもあるけど、14に登録あっての22やから、だからダイエットしようとか無理やからな。無理。でもな、シリアル入れとってさ、うん、シリアルとか結構気にすんねん。あ、自分の名前入ってるとか。あ、番号とかな。そう、自分の名字が入ってて、そうね、そう入れよっかなみたいな。いや、でもどうやったらタイヤの日がいいなと思ってさ。気にするんや、そこ。そういうの気にしちゃうタイプで、タイヤの日がいいなと思って調べたら、その日がちょっとタイヤの日。だからもう正直当たってる気でおるよ。私も当たる気です。そうですよね。確かに京都まで一人で行くなんてそんなことは絶対いいや。でもさ、一人受かっててさ、一人ついていくだけの、ついていくが一番つらみな。いやよ、いややけどさ、自分の時についてきてほしいよ。ついていくけど気まずない、当たった側も。じゃじゃーん、メイク完成。韓国の女優さんを今回は意識してるので、めっちゃナチュラルにした。で、アイラインもこうシュッみたいな流れ、そう感じにして、でほんまは韓国の女優さんとか言ったらラメとかあんまり使わんねんけど、でもそこはやっぱり現場キラキラしてるところちょっと見せたいかなっていうところで、控えめにあのラメをちらつかせるって、あのゴリゴリのラメじゃなくてみたいな感じで仕上げてみました。私はアイドル系かもな、どっちかって言ったら。そうそうそう、ラメも入れるし、こう丸め、丸めをとにかく意識しまして、何より良かったのがこのチルチルのこの色、この色いっちゃいい、うん、この色のところに使ってるんだけど。じゃあ目元は終わったので、まあ、ここからがツヤメイクツヤでしたね、の本番と言っても過言ではないんですけれども、うん、私いつももうこれやったらパウダーはたいてチーク終わってバーンって終わりやチークレーン入れたらいいんやろ。どうしたらいいですか、はい、まずどういう感じにしたいん、チークはドーンが欲しいんやっぱり。チークはでもなかったら寂しいから、なんか先にツヤ仕込んでのちょっとふわっとピンクチークみたいなのがしたいかもしれない。やったらこのクリーム系というか塗る系のハイライトはこういってもいいんですけど、まあ、ちょっとよれやすいと思うので、一回手でこうクリクリクリって真ん中からトントントンと置いてもらう感じで。はい、パウダーの時って結構トンっていう感じだと思うんですけど、はい、これは全体的に血色を出すみたいな感じで、この辺でふわっと広げてもらおうかな。あ、すごい、めっちゃいい、色つくやん、血色感がすごい出ますよ。でもリサちゃんの場合はこれやったらちょっと物足らんって思うやったら、この辺にポンと入れてもらってもいいかもしれないね。ハチのチークを、そうそうそう、リサこういうツヤツヤ系この辺にいるの苦手やったんやけど、うんうんうん、かわいい、綺麗に光るもの。え、全然いいよ。ハイライトが、まあ、正直多分クッションがもうツヤツヤやから、うん、まあ、入れんでもいいかなっていうところでは正直あると思うんですけれども、多分もうちょっとツヤツヤさせたいと思うの で、ね、フナはこのクリーム系は鼻っていうより、このこことか最近フナが入れるのはこのほうれい線に入れんねん、うん、ほんなら飛ぶねん光で、うーん、逆三角形やな。ほうれい線をこの根元に入れて、でこう広げる感じ。でよ、でよ、いっぱいよ、いっぱいよ。え、すごい。え、肌綺麗。そう、ちょっと待って。やばい。嬉しい。いつのは、あ、元から綺麗なのはあるけど、塗ってて綺麗なんかなっていうのもあるねんけど、ちょっと違う。やっぱ大事なんやな。いや、そう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 。トゥルトゥルトゥルです。あのさ、韓国でメイクしてもらった時さ、うんうん、結構どぎつい色を言ってもらったけどさ、アイドルって結局こんな感じなんやってなってん、そういう色を今塗ってます。かわいい、うん、それはコーラルピューピンク。うわー、どうしよう、女優やん、かわいい。え、かわいくない、うちら。かわいい、かわいいよ。顔面にいつもよりコーラが出てますわ。正直発酵してるからな。うん、ちゃんとしてくる。私やね、一回な、一回じゃお披露目するからね。お披露目するから。はい、完成いたしました。どうでしょうか、私たち。どうですか、発光してますか。発光ってツヤっていうような。発光嫌やった、発光するでしょみたいな。まあ、今回私たちのポイントは韓国っぽいツヤメイクっていうことだったので、手助けをしていただいたこちらのティルティルさんのクッションファンデですよね。マスクフィットオーラクッションと言います。私たちは17番を使うファンですけれども、はい、こちらの新しいね、ティルティルさんのクッションファンでは4月5日からあのオフラインで先行発売をしてるみたいで、これ気になった方は、あのアットコスメプラザロウト、あ、そこで買えるんや、買えます、バラエティショップで買えますので、まあ、ぜひね、うちらみたいにツヤ派の目指したいよっていう方がいらっしゃったのならば、そう、あの走ってください。絶対バズる、もうバズってんから。今でもだってティルティルのクッションファンです。毎年せんねん。そうだから、あの入手困難になる前に、あの現場前にて、あれ欲しかったのになくなってる、あれあれやからね、これあれあれやから、あの現場だけの時にゲットしておいてください。この現場最高に可愛い自分になって参りましょうね。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりたいなと思います。チャンネル登録、高評価も何点さんお願いします。それでは最後、